Tokyo is a city that needs no introduction. In Japan's capital, modernity and history live side by side. And when it comes to street food, it's no different. With recipes passed down through generations, the flavors here can transcend time. We begin with a snack that uses an often overlooked ingredient in street food, octopus. このたこ焼きは世界でナンバーワンです。私の名前は福田純也です。この店は銀座福吉です。たこ焼きは鉄板の上に油をひいて、たこと天かすと紅生姜を入れて、生地を流し込んで、熱で丸くして、その上にソースとマヨネーズを鰹節をかけたものです。生地に、出汁の味がしっかりついていて、とっても味が美味しいです。ルーツは大阪から来ています。私の父と大阪の方が2人で作りました。お客様に本当のたこ焼きを提供しています。 Next up, a dish that has taken decades for one man to perfect.愛情を注いで作り上げてます。私の名前は飯野正治です。店の名前はアペタイト月島にあります。私は焼きそばをもう31年間作り続けています。焼きそばは、麺をこう茹でてですね、鉄板の上で焼き目をつけて、具材を入れてオリジナルソースをかけて、そして炒めて、それで完成します。麺ともやしとネギと肉ですね、噛めば噛むほどジューシーで、また食べたいなっていうふうに思う焼きそばです。日本で一番美味しいと思います。 Gyoza may not be Japanese, but we found an amazing shop that we had to share. Gyoza は中国から来ます。日本人餃子が大好き。うちは中国の餃子文化と日本の餃子文化合わせてこの餃子を開発しました。自分旧校友です。宋さんの店代々木店渋谷東京。餃子は実際ですね、小麦粉の皮に具が野菜と肉いっぱい詰めてます。最初小麦粉を伸ばした後、肉が野菜を皮に入れてお湯に入れて茹でる、それで焼くかそのまま食べるか、サイズが大きい、それで皮がもちもちで、あと焼いたの麺がパリパリで、噛んだら肉汁ビューって出る。客さん、うん、美味しいという時、認めてくれる、褒めてくれる時は。Originally from Hiroshima, this next dish has become a staple in Tokyo. 36年前に広島から出てきた先代がこちらでお店を始められました。今でもその味を引き継いでやってます。僕の名前は藤井智弘です。お店の名前はお好み焼きひろきと言います。東京の下北沢にあります。うちは新鮮なシーフードをそのお好み焼きの上に乗せて提供させてもらってます。伸ばした生地の上に鰹節、とろろ昆布を乗せ、その上にキャベツ、豚肉を乗せて麺を隣で焼きます。ドッキングさせて卵の上に乗せて、ソース、青のり、胡椒を振って海鮮を乗せて出来上がりになります。甘みと辛み、絶妙なバランスになっていると思います。先代の築き上げた味をずっと守っていく、そういった気持ちで毎日やってます。 Finally, we end with something sweet at a shop playing with traditional flavors. たい焼きは1800年代後半東京でできたと言われています。
名前は秀俊です。銀座たい焼き桜屋です。銀座発祥で15年以上たい焼きを販売しています。たい焼きは魚の形をした日本の伝統的なデザートです。この店ではいろんな種類のたい焼きを作っています。あんこ、カスタード、抹茶、チョコなどあります。一番のメインはあんこ、北海道帯広産小豆から炊いて地で製造しています。チョコのたい焼きもあります。最初の部分は内緒で、塩、ブランデー、高級ココア、クラッシュアーモンドが入っています。大人に人気なコクのあるビターなチョコに仕上がっています。